発泡スチロールをボルトで固定してみた。今回はどうすれば発泡スチロールをボルトで固定することができるのかを考えてみます。まずは発泡スチロールをボルト固定するとどうなるのかを見てみましょう。ご覧のように発泡スチロールがボルトの圧力に耐えきれず潰れてしまいました。これはボルトの受け面積が少ないから発泡スチロールが潰れたわけです。ならばボルトの受け面積を大きくすればボルトで固定することができるのではないでしょうか。試しに 3D プリンタででっかいボルトを作ってみましょう。でっかいボルトが完成したので、発泡スチロールに取り付けてみます。かなり強めに締めましたが、発泡スチロールは、全く潰れていません。実は、ボルトの受け面積を増やすための、こんなパーツがございます。使い方は簡単で、発泡スチロールにこのパーツの、突起を差し込み、真ん中にボルトを入れるだけです。発泡スチロールなら日清化成工業の提供でお送りしました。